こちらテレビ東京7スタから今日も生放送でお届けしております。さあ毎週水曜日は韓国のエンターテインメントをテーマにお送りしております。そして水曜日の私のパートナーは韓国エンタメ界のご意見番 K-POP ナビゲーターの古谷雅之さんです。アニョハセヨ。アニョハセヨ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週よりもアニョハセヨの発音がなんだかナチュラルになりましたね、はい、もういろんな方に教えていただきましてもうケンチャナよ大丈夫よ大丈夫、はい、大丈夫じゃないですよ。外見てみてください、はい、今日すごい人ですよ。そうなんですよ、我が番組もこれ、そうこれ韓国語で私たちの名前書いてあるの？違う、紛れもなく違う。あ、お子さんまでいらっしゃって。すごいですよ。すごいですね。これは皆さんあの斜めを待ってらっしゃると、うん、そうでございますよ。ということですよ ね、 ね、はい、先週そして昨日お伝えしました通り、本日ファンが見守る中、無事斜めはこのようにですねテレビ東京に到着いたしました。はい、もう完全にこれはオフショットというかね、眠そうな方もいらっしゃったりとかマスクをしていらっしゃったりとか、はい、はい、いや待ちに待ってましたよ本当にね。あの皆さんの音楽を聴きながら私もイメトレをしてまいりましたから、はい、バッチリですね、はい、ということでその7人とは一体誰なのか、こちらをご覧ください。ついにあのスーパーアイドルが全員でスタジオに集結。そのアイドルとはユーキーズ。世界を舞台に活躍するアイドルを目指し、韓国、アメリカ、中国、香港出身のメンバー7人で結成されたインターナショナルなアーティストであり、今アジアで最もホットなグループの一つ。待望の新曲を引っ提げて来日したユーキーズを今夜は大解剖しちゃいます。さあそれでは早速登場していただきましょう。韓国のスーパーアイドルユーキッスの皆さんです。よろしくお願いします。じゃあ、はい、まずは皆さんにね挨拶していただきましょうか。はい、自分しかい全員でまず全員で、はい、こんばんは、ユーキッスです。いやー前田さん、はいはい、もうなんかオロオロしちゃう、オロオロオロ、もうあれですよ、はい、欧米的に挨拶してくださいよ、はい、もう本当にナイスミーチュー、ナイスミーチュー、すいません、ありがとうございます握りしめられました、お久しぶりです、すいません、ちょっと私がこんなことしちゃいけないんです、はい、こんなことしてる場合じゃないんですよ、はい、はい、戻ってまいりました。はい、ではお一人ずつね、はい、簡単に自己紹介していただきましょうか。半面しか簡単なけ、チャギソケ、こんばんは、ユキスアレクサンダーです、ファイティン。こんばんは、ユキスのスヨンです、ファイト。こんばんは、ユキスのキバムです、あ、今日もよろしくお願いします。ユキスのキサプです、よろしくお願いします。あ、私はユキスのイライです、どうぞよろしくお願いします。こんばんは、ユキスのケビンです、ファイト。こんばんは、僕はユキスのドモです、愛してる。いや先週鼻血ブーブー子さんなんて言ってましたけれども、どうしましょう、もう失神しそうですね、本当に7人だけど揃ってよかったですね、はい、今日ね、なかなかこの7名が揃うことっていうのはね、皆さんお忙しくてないということで、うん、はい、かなり貴重な、はい、瞬間となっております。この1時間、はい、ぜひお付き合いください。ということで今日はですね、はい、ユーキスの魅力を丸ごと楽しむユーキス祭りといきましょうかね。祭りで参りましょう、はい。さあメイドインBSジャパンでは番組のツイッターもありますので、皆さんどしどしつぶやいてください。ユーキスの皆さんへの質問感想、または古谷さんへのエールなどなどお待ちしております。遠慮しないでください。はい、それでは CM の後いよいよユーキスを徹底解剖いたします。メイドインビエスジャパン。さあ盛り上がっておりますけれども、はい、じゃあ皆さん改めまして、あのビエスジャパンへ、メイドインビエスジャパンへようこそお越しくださいました。アニョハセヨ、実は今回あの皆さんが水曜日のスペシャル MC になってくださるということで、はい、スタッフがですね、いろいろと皆さんのことをもうそれは根掘り葉掘り密かにリサーチさせていただいたんですよ。そうなんですよ、ウリステプテルンユキスイエスマヌリサーチルヘスミダ、うわー、マジですか、マジですよ、僕たち秘密いっぱいあるんですよ、あるんですか。
じゃあ全部教えてもらっちゃおうかな。さあ題してもっと知りたいユーキス。さあこのコーナーではユーキスを徹底解剖いたします、はい、もう皆さんのあんな一面やこんな一面をとことんと、皆さんにお見せしたいと思います、はい、では一人ずつ見ていきましょうね。まずはこちら、6カ国語を操る超国際派。すごいです、6カ国語ですよ。ねえ、これは誰ですか？ヨシミカーン。アレックス、すごい。6カ国語。何かじゃあ6カ国語で話していただけますかね。はい、英語、英語、はい、カントニーズ、ベイジング、ポーチュガル、日本語、韓国語。すごい。じゃあ話して、そうですよね、何か言ってもらいたいですけどね、うん、그럼제가姉ちゃんを本当に綺麗にメンツに、なんで鍵韓国語を하겠습니다。あの姉ちゃんって前田さんですけど、はい、姉ちゃんありがとうございます、姉ちゃんです。お姉ちゃんがとても綺麗ということを6カ国語で今から言ってくれると。 OKOK、 はい、日本語で姉ちゃん本当に綺麗です。두번째한국어누나너무예뻐요세번째광동어제제你好靓女啊那个是啊那个那个세번째베이징어네베이징어제我觉得你很漂亮了我们很爱你了너무로맨틱했어약간로맨틱했어 Number 5포르투갈어포르투갈어Gosto de você porque você é muito bonito. Bonita. 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 Nuna, you're so gorgeous and beautiful. We love you. Oh my god, thank you. 英語の何になってしまいました。すごいですね。すごいですね。本当に全部を見事に喋ってらっしゃる。これなんでそんなに話せるんですか？왜이렇게그이렇게다른나라말잘하세요？저는원래수다좋아요터키터키는本当に好きです。もうとにかくねおしゃべりがもともと好きだったんですって。그래서メンバーたち気が아파요。あ、だからもうメンバーみんな耳が痛いそうです。ね、おしゃべりだからね。Which one of the members do you talk to normally in English? 姉ちゃんの英語は本当に上手です。ありがとうございます。どうですか ？Which one of member do you talk to in English? Kevin, I'm from San Francisco. And I'm from Washington D.C. Washington D.C. とサンフランシスコ出身でいらっしゃるということで、3人では結構英語で話してらっしゃる。なるほどね。パーフェクトでございます、フレアさん。いやーすごいですよ。ねえ。一番日本語。あ、日本語できます。もう決まった。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫よ。先週で十分です。さあでは続いての方に参りましょう。こちらです。日本の歌。あら、日本の歌が誰なんでしょうね。누구십니까？そうだ。ちゃんと演出してますよ。ねえ、わざと。スヨンさん。ね、じゃあこちらにぜひどうぞ。それでは、EXILE の노래を準備했어요。EXILE の歌を今日準備したんですよって。わあ、じゃあ早速。じゃあアカペラで。アカペラ。やってみましょうか。いいですか？해야되나지금수연자자자음을잡아야돼요変わらない変わらないなおの互いに胸に抱きながらそれぞれ生きてゆくんだねいつかまたいつか